ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコライセンスをフォアカの方でやっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねやっていく内容に関しては、はい、ということでこちらでございます。窓マギコラボの方がですね、まあ、リニューアルダークヒルズ行かないでくれ、ということでリニューアルコラボイベントということで、まあ、本日からですね、窓マギコラボの方がですね、コラボの方が開催されたので、とりあえず今回はそちらの方ですね、やっていこうかなと思います。またとりあえずですね、多分ガチャとかステージとかいろいろ来てると思うんで、またいろいろやっていこうかなとは思います。まあ、ちょっと今から詳細の方を軽く、見ていこうかなと思います。ということでガチャの方がこんな感じなんで、まあ多分新しくニューで追加されてるのはいないよね。まあでもどうだろうね。まあできればまた確定の時に回せればいいかな。まあなんか被りとかね、もうなんか爆死そうな予感がするんで、ちょっとその辺は大事をとって、回すなら単発かなっていう感じですね。あとはステージの方が、こんな感じでございますね。どうだったっけ？もう全然記憶にないんだよね。もう最後に来たのいつだっていうぐらいのね、感じがするんでね。まあ一応多分一通り、やっていこうかなとは思うんですけれども。はい、まあ一応ね、適当にテキストのがバーって書いてあるんで、もうとりあえずもやっちゃうか、ステージの方でですね、やっていきまーす。はい、ということで、めちゃめちゃ多いな、おい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 。これちょっと、どうしようか。まあ一応とりあえず、一通りやろうかなとは思うんですけれども、まあ時間を見てっていう感じかな。まあ一応今回はすごくゆるく、ですね、ステージの方やっていこうかなと思うんで、もしかしたら長くなるかもしれませんけれども、まあとりあえず一通りやっていくんでよろしくお願いします。じゃあ一番下のこのあれですね、魔法少女になってよってやつやっていきましょうかね。ということで、どうしようか。編成の方は特に何も考えてないんですけど、まあ、この辺でなんとかなるか。うん、じゃあ、とりあえず、まあ、ガンガン進めていきます。じゃあ、いきます。はい。さあ、ということで、まあ、こっからはもう、とにかくずーっとステージをやっていく、だけなんで、よろしくお願いします。はい。まあね、もうこの辺は、いやもう、まあ、結局ね、なんか収録外でね、なんか、やろうとすると、めんどくさくて後回しにしちゃうんで、まあ、今こういうタイミングでちょっとやった方が、いいのかな、という感じでございますね。はい、じゃあもうガンガン行きます。もう、はい。で、どうだろう、あれ何ステージやったっけ。でも5ぐらいだよね、大体は。なので。で、一応多分ドロップキャラクターに関しても、多分以前のコラボの方で、やった気がするんで、多分全部持ってるんじゃないのかなという感じです。あ、でもだいぶスタミナの方もね、そんな使わないんで、ありがたいですね。はい。まあ、今のところは割となんか超特急とかでね、何とかなってるんで、このまま、あー、でもこれ、ライオンつけたらもっと楽だよね。ってことはこれもしかしたら難易度別あるかな？なんかありそうな気がするね。もしかしたら。難易度別はまあまた後でやるか。とりあえずね、あった場合だとしても星1だけっていう感じで。はい。さあ、ということで何でも一つ叶えてあげる。いろいろちょっと願い事いっぱいあるからね。僕は悩みますわ。はい。さあ、ということで、これが5個目かな。これで多分終わりかな、多分。で、これで8とかだったらちょっと勘弁してくれって感じがしますけれどもね。さあ、ということで、OK、OK、OK。まあ問題ないね。まあもうなんかニャンマイればなんとか、わあ、いっぱい出てきた。いっぱい出てきたね。いっぱい出てきたけど、あ、でもなんか、あ、だいぶちょっとやばいね、これ。ちょ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 、ああ、これはね、レッパで蹴散らしたいね。レッパで蹴散らしたい。ちょっと早くちょっと出したいんだけど。ああ、お願いします。あ、いや、多くない？めちゃ多いんだけど、こんなんだったっけ？ちょっと覚えてないけど、あ、気持ちいい、これは気持ちいい、いいね。はーい。はい、ということでしょう。これでね、終了でございます。はい。ということで、とりあえずですね、一番下の方、あ、これ難易度別はあるんだね。はい、まあ、これはもう後でやります。じゃあ次、続、魔法少女になってはですね、いきます。ということは、一通りすべてクリアしたらめっちゃ猫缶手に入るんじゃない？これはこれでかなりいいですね。まあ、確定ガチャの方が来るまでとりあえず猫缶の方も貯めといてね。あ、こうやって波動放つんだっけ。ああ、なるほどね。まあ、レッパーじゃないからいいや。まあ、そんな感じで、あ、早い。ちょっと、ステージの中が早いよ。はい。まあ、猫缶の方がね、結構手に入るんで、どうだろう、3000ぐらい行けばね、もし確定ガチャの方行けば、10連、11連か、11連2回ぐらい回してもいいかなっていう感じですね。
そう、多分以前ね、ガチャ回した時に、確かホムラだよね。なんかあいつがね、連チャンで出てね、そう、本当に欲しかったね。なんだっけ、なんか欲しいからいたんだけど、出なかったっていうね、オチだった気がするんで。ちょっと今回こそ狙いたいところでございます。いやー、まさかね、ちょっとこのコラボがこのタイミングで来るとはちょっと思ってなかったんでね、ちょっとビビりました。いや、本当はね、ちょっと本日ね、ニャンコ大戦争のスナック、ニャンコ大戦争スナックだったっけな。そう、なんかまた新たな食玩の方がね、発売される日だったんで、ちょっと買いに行こうかなと思った矢先に開いたら、コラボ開催されてたんで、ちょっとね、あー、やべえと思って。なんでそういう感じで急いで、あー、また多い、めちゃめちゃ多いんだけど、もうこういう場合はね、もうちょっと、あー、オッケー、これで単発とか厳しいね。うん、あー、でも、待って、全然いけたわ。ちょっと、おい。さあ、ということで、まだかな、3、4、あ、あともう、まだあるんだね。はい。いやー、あと残り、全然まだ残りがあるんでね。で、あとは確か何日後かに、あれだよね。なんか新たなステージ、教習ステージかなんか出てくるとは思うんで、まあそれもちょっとおいおい、また教習かって感じがしますけれどもね。まあ、そうですね。教習に関してもどうだろう。早い段階で一応ね、まあ、最後のステージまで行ければ動画しますけれども、まあだいぶね、めんどくさかったら多分しないかなって感じですけども。はい。どうだろう、これで最後かな、このステージに関しては。まあ、このままいきます。はい。さあ、ということでスタミナの方もまあじわじわ減ってきたので、またとりあえずそうですね、回復しつつって感じかな。もう多いな、ちょっと待って。いや、待って、よし、まあニャンまで多分いけると思うんだよね、今回のステージも。一通りね、もうできればもうニャンまでいいよ。もうなんか何も考えずでニャンまで。また大量に来たわ。もうなんかワンパターン化してるぞ、これ。ちょっと。これを難易度別って考えると、まだまだこのステージやらなくちゃいけないって考えると結構気が遠くなりそうですけどもね。まあ、収録外でやります。はい。さあ、ということで、このステージの方も終わりですね。はい。ということで。さあ、次行きましょう。さあ、ということで、3つ目ですね。次はですね、魔女の結界ですね。こちらの方行きましょうか。どうだろう、どうだろうね、難しいかね。ちょっと待って、ステージの方ちょっと見てみますか。さあ、ということで、全部で5ステージか。あー、なるほどね。まあ、なんとかなるか。じゃあ、このまま行っちゃいます。はい。さあ、ということで、全部で5ステージってことは、残り2ステージも、おー、すごい。背景がいいですね。いや、どうだろうね、全部2、うわー、なかなかえぐいけれども。まあ、でも、難易度はそんなきつくないから大丈夫でしょ。ニャンまでいけるよ。ああ、攻撃頻度かなり、ちょっと、割と多いな。待ってます。スタリでございますね。まあ、5個目の最後のステージがどうかなという感じでございますけどもね。もういいや。もうガンガン行くぞ。さあ、さすがに負けないよね。負けたら、ちょっとは勘弁してくれって感じがしますけれども。とりあえず今回の動画で一応一通りお話しにしたいな、できれば。で、とりあえず収録外にね、また難易度別でとりあえずやって、またなんかの次の企画に繋がれればなと。いや、もうね、とりあえず一通りね、ちょっと動画収録が終わったらですね、スナック買いに行きたいんだよ。ちょっとね、新商品はちょっとね、回収動画を撮りたいなって感じがするんで。まあ、だいぶ結構ね、うちのエリアはね、割とそういう系置いてないからね、ちょっと困ってるところでございますけれども。さあ、ということで、ちょっとスタミナ回復しましょうかね。さあ、これで3つ目でございまーす。今のところはまだ全然平気だね。じわじわちょっと難易度の方が上がってくるのかな。さあ、まあ3つ目だからね。あ、来た、ダフンド。ちょっと、ニャンマド。組み合わせがよろしくないんだよね。あー、でもスピードアップ使ってるからだいぶ楽だね。スピードアップつかなかったらもう倍時間かかってるからね。本当に使ってるとだいぶありがたいでございます。さあ、よーし。あ、やっぱレッパーいいね。よし。さあ、経験値もね、もらえるけどちょっと、だいぶそこまで最近使わないからな。これもしかしたらカンストとかしちゃいかんよ。まあでもニャンまでいけるよ、これさすがに。もうなんか、ちょっと、ステージがワンパターン化してるからちょっと飽きてきたぞ。いけ、にゃんまれ。あー、こいつノックバックが何回だ ?2 回くらいかな。全然見てなかったけど、よう頑張りましたね。あ、でも意外と一撃がでかいな。なかなかでかいけど、まあ、多分レッパでいけるさ。いける。はい、耐えるか。やめてくれよ。早く倒れてくれ。よし。まだステージの方が控えてるんでね。あー、疲れたー。
はい、ということでこれが、最後のステージですね。ティロフィランでいきます。はい、さあということで、まあこれがだいぶちょっと難しいのかなと。まあだとしてもどうだろうね、激ムズレベルだとは思うんでね。またとりあえずニャンマで、ニャンマとそうですね、黒レッパで、黒キャスでなんとかなるんじゃないかなっていう感じがしますけどもね。あと残り2ステージがどうだろうね。きついのかきつくないのか、その辺はどうかわかりませんけれども。あ、また来たわ。あ、でも早く、その久しぶりに窓投げコラボのキャラクターもちょっと使いたいな。なんかドロップキャラクターも結局ドロップ してもなんか使わないんで、またとりあえずまた日本一周とかやろうかなとは思います。はい、さあ終わった、あっさり終わったぞ。じゃあ次行くか。はい、ということで次はですね、4つ目ですね、魔女の結界、お菓子の魔女ですね。はい、行きまーす。じゃあもうゴン、なんだ、待って、出撃制限がある。あ、そういうことね。じゃあ大丈夫か。じゃあこのまま行くか。行きまーす。なんでだろう、ちょっと待って、特定のキャラクターだけがちょっとさ出せないってどういうことなんだろうね。もしかしたらそのキャラクターがいるとあれなのかな、どうなんだろう、ちょっとよくわからないけれども、まあそのキャラクターがいるとだいぶ楽みたいな感じなのかな。いや、ちょっとその辺ね、ちょっとあんまりね、マロガギのね、ちょっとね、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと物語とか世界観がちょっとね、あんまわかんねんだわ俺ちょっと。あ、でも大丈夫そうですね、問題ないと思う。多分このまま出撃制限は多分全て、多分そうですね、特定の多分コラボキャラクターだと思うんだよね。まあ、その原因はちょっとよくわかりませんけど、まあいると多分だいぶあれなのかね。もしかしたらあれなのかもしれないけど、また出てきたよ。まあでも大丈夫でしょう、問題ない。うちのニャンマ様の方が強いんでね。あ、でもなんかそろそろね、なんか新規でなんかコラボ来てもいいはずなんですけどもね、復刻ではなく、ね、来そうな気がしますけれども。でもなんか今のところ全然平気だぞ。何なんだろうこれは、一体何なんでしょうかっていう感じがしますけれどもね。いやー、ちょっと今日暑いな、ちょっと待ってくれよ。なんかだいぶ強くなってきたぞ。危ない危ない危ない、なんかこいつめっちゃ HP やったぞ。何なんだ何なんだ、でも大丈夫だ、よし。ということで、まああれ待って、あー、まだあの残り4つあるの、あの4つじゃねえや、あともう1ステージあるのかな。さあということで、まあリーダーシップの方もまあじわじわ溜まってきたんでね、まあまたなんかこれもちょっといつか何かで消化しようかなとは思うんですけどもね、タイミングがあんまり良くないんだよな。逆化がねやりたいんですけれども、なかなかね、そういう時に限ってちょっとタイミングがなかなかよろしくなくて、こいつちょっとなかなか強いんだけど、普通になかなか強いけど、でもまあキャラクターの方は量産できるからまだあれかなって感じがするけど、でも次の最後のステージ怖いな、なんか怖い。あー、でも噛まれればってか、ゾンビ邪魔だな、やめてくれよ、ちょっとここで現れないでくれ。あー、オッケー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 、まあ、取り巻きがね、めんどくさくなければって感じでございますけれどもね。はい、ということで、これ最後でございますね。私一人ぼっちじゃないもの。さあ、ということで、まあ途中でなんか下りながらも、なんとか最後のステージでございますね。いやー、もうなんか、そうですね、あんまりちょっとステージ数が多すぎるんで、若干ちょっとね、もう疲れてきてますけれども、まあ一応これで次ね、一応最後にしようかなとは思ってるんで、ただどうだろう、このステージがめちゃめちゃきつかったらどうかわかりませんけれども、まあ、サクッとクリアできればね、まあ、次のステージで、一応今回動画終わりにしようかなと思います。時間的にどれくらいだったのかな。あー、でも割とかかってるね。割とだいぶかかってるけれども。来た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 。さあ、これもいいか、スピードアップ使ってね。あー、なるほどね。エイリアンがめちゃめちゃ多いけれども、でも、大丈夫だろう。さあ。いけいけいけ、あー、取り巻きが邪魔なら、取り巻きが、よしよしよし、これでうまくはまれば、あー、一撃が結構でかいけれども大丈夫だね。よーし、これで大丈夫そうですね。出撃制限は何だったのかって感じがしますけどね。はい、ということで終了です。はい、ということで、これで今回は最後にしようかなと思います。魔女の結界、発光の魔女でございますね。こちらの方やっていきます。これも多分ね、全部で5個かなと思うんで、このままいっちゃいまーす。お、だいぶ変わったね、背景が。いいね、なんか、普段ね、なんかもう見慣れた風景よりね、やっぱこうやってコラボとかでね、なんか使われるね、まあ、たまにしか見られない背景は、すごくいいものでございますけども。あ、なんかこいつもなかなか、あ、てか待って、カバーでも大丈夫だな。こいつなら大丈夫。このカバーなら問題ない。なら大丈夫ですね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。さあ、残り4つもちゃちゃっと終わりにしますよ。もう、さすがにもう時間はかけられないよ。ちょっとなかなか、
ちょっと焦ってきたもん。あ、こんな時間使ってんだなみたいなね。さあ、いやでも久々だね。ここまであんまり最近ね、なんか時間かけることもね、ないんでね。まあ久々にちょっとね、なんか長時間収録とかもちょっと、ね、やりたいところでございますけどもね。いやー、まあ一応そうですね。一応予告ではございますけれども、3DS 版の方がですね、一通りちょっとガチャの方を回し終わったらですね、ちょっとスイッチ版に、シフトチェンジしようかなと思ってます。はい。ちょっとね、久々に本当にスイッチ版やりたくなってね、ちょっと本当に今のモチベーションはスイッチ版をね、ちょっと、やるボルテージがめちゃめちゃ上がってるんで、まあちょっと、その、いつに始めるかはまだちょっと決めてはないんですけど、まあいろいろちょっとね、準備ができた段階でちょっとやろうかなとは思います。まあ昔のアカウントもしかしたら復活するとは思うんだけど、どうしようかな、まだ新規で始めるかはちょっと、まあ、検討中なんですけどもね。まあ、データの方がどうなってるかちょっと確認してないんで、まあ、それもちょっとおいおいと。なんかちょっとじわじわ強くなってきた。待って、中井がめんどくせえのか。ちょっと。こういう時にね、なんか誰取り負けた中井の数が多いよ。やめてくれ。ちょっとそんな来ないでくれ。もう、スピードアップ使ってるからね。ちょっとあんまり量産できないんだな、こっち。なかなかボスもやるね。だいぶちょっと耐えてきてるぞ。いやー、だいたいでも3ステージぐらいからだいぶね、ちょっときつくなってくるんだよね。これもう考えた強襲ステージがちょっと、なんか、やばい、なんか嫌な予感してきたな。また強襲ステージの方もちょっとね、ちゃんとやろうかなと思いますよ。さあ、ということで、これが4つ目でございますね。次のステージで、ラストでございます。まあ、とりあえずここまで来れば、まあ、一段落ではないでしょうかって感じがするんでね。まあ、まだね、別のステージがあるって考えるとちょっと気が遠くなりますけれども。まあ、とりあえず今回は一応一通りですね、まあ、触れられたので良かったんじゃないですかね。さあ、ということで。まあ、ちょっとまだ気が抜けないのでね。このままちょっと、頑張りましょうか。イノシャシか！イノシャシか！ちょっと組み合わせが良くない。ちょっと組み合わせが良くないけどども。マキシマムいないけど何とかなるか。ヤンバーできるよな。いけー、ギリギリか、ギリギリ。よーし、オッケー。で、多分、なんか、もう一体出てきた気がするんだよね。そんな気がするけど、来る前にこっち、ボスを倒しちゃえばこっちのもんなんだよ。さあ、こいつ待って。オッケー。これさ、ガオー入れてる意味ないよね、これ普通に考えたけど。全く意味がない気がするんだけど。あー、でもやばい、ちょっと押されてるんだけど、イノシャシがだるいね、これ。おっしょ、危ない。まあでもいいか、もうキャラ変するのがめんどくさいんで、もうこのまま行っちゃいましょうか。はい、ということで。後悔なんてあるわけない、もう後悔だらけだよ俺の人生。はい、ということでこれで最後でございます。じゃあこのまま行っちゃいましょう、出陣。さあ、ということでだいぶ猫缶の方も微妙に増えましたね。ありがたいございますけども、うわーちょっとこれ嫌な予感する。待って、なんでこんなメタル出てくるの。ちょっと待って。はい、ということで一応編成変えてみました。まあただのね、メタカバなら問題ないかなとは思うんですけれども、まあとりあえずちょっと様子見ましょうか。まあ大事だと思うんだけどね。そこでメタル来るかって感じがしますけども、で一応ね、ちょっとガオーダークの方ですね、ちょっと変えまして、もうダブルキャスリーでちょっと攻めていこうかなと思います。さあ、で、これでもクリティカルがね、まあ割とたくさん出るまでは、これお財布ダメができそうなので、ちょっとこのまま一旦様子見ましょうか。どうだろう？なんか一応ニャンマも出しつつ、で、お財布に余裕ができたら、まあダブルキャスっていう感じで、いけばいいかな。さあ、でもどうしよう。もうじきいっちゃうか、とりあえず。一体で出しての、オッケー。よし。さあ、ということで、これで、もうボス戦でございますね。ちょっとお腹空いてきたな。まあ、今回はちょっとあんまりね、カットか編集が、もうやだよ、完璧中したよ。うわー、ここで来るか。うわー、でもどうだろう。早めにクリティカル出しちゃえば問題ない。早く出しちゃえば問題ない。もうどんどん来ないでくれ、頼むから。もう、どうだろう。ちょっと待って、クリティカル出すキャラクターが1体しかいねえからな。これ大丈夫かな。これちょっとスピードアップオンにするとだいぶまずいから、あとはちょっともうジロにかかってる。どんどん来てるぞ。ちょっと、とか全然クリティカルの音しないんだけど。これは、なんか嫌な予感するんだけど。ちょっと、頑張ってくれ、頼むから。これまずいね。普通のキャスに消えた普通に。そこ、退場したの。あ、てか、なんで出てくるの。ちょっともうそんな出てこないでくれよ、もう。メタルもね、ちょっとだいぶダメいからな。まあ、先にボスさえ倒しちゃえばって感じがしますけどもね。でも、だいぶめんどくさいな。
でもなんか倒さなくはなさそうなんで、このままちょっと様子見ましょう。あ、オッケー、いい感じですね。あ、だいぶちょっと巻き返してきてるぞ、これは。いけいけ、あともう少しだと思うんだよな。頑張れ。キャス頑張れ。あの、お前にかかってるんだよ。もううわー、ここで来るか。もういいよ、お前退場してくれ、頼むから。あー、ちょっと待って、ボスが先に倒れれば楽なんだけど、それはどうかなって感じだね。いや、あとはそうですね。でもなんかだいぶね、あれだから倒れるはずだとは思うんだけど、あ、でもキャスの方も、あともう少しで2周目入るんで、やっぱ様子見だな。あー、早く出したい。こっちはもう我慢ができないんだ。頼むよ、マジで。ちょっと、よし、OK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 。待って、通常のキャスリーはいつ消えたの？もう全然見てなかったんだけど。よし、OKOKOK。もうこれで、よし、3体キャスリーは問題ないでしょう。さあ、もうこれでもう、劣化地獄で。で、あとはメタリに関しては、もう、意地悪とりあえずなんとかって感じでございますけどもね。いや、この辺のなんかボスもね、ちょっと、あー、やばい、黒キャスが1体消えましたね。あー、だるいな。てか、ボス全然リフトもしなくなったんだけど。ちょっと、こいつ何マジで。ちょっと、待って。うわー、消えた、あぶねー。ちょっと、あとはこのメタルですね。なんかだいぶちょっと、キャラクターが重なってるんで、ちょっと厄介なので、ちょっと早くちょっと出したいところ。ちょっと待って、カバー、お前2体いないか。ちょっと、オッケー、よし。もういっか、好きだと思うんだな。めちゃめちゃ時間かかったよ。もうメタルに関してはね、ちょっとクリックから出すまでが、かなり時間かかるんで。まあ、ニャンコンボ使わなくてもなんとかなりましたね。あ、ちょっとめっちゃ時間かかったよ。はい、ということで終了です。はい、ということで、とりあえず今回はですね、窓マギコラボのステージの方ですね、一通り、やりました。もうこれ全部難易度別で、星に星3が、あるわけなので、またとりあえず、まあ、収録外でやろうかなとは思います。まあ、一応一通りですね、全部で5ステージ、できたのでよかったなと思います。またとりあえずですね、窓マギコラボの、まあ、何かしらですね、動画の方やろうかなとは思うので、そちらの方ですね、また見ていただければなと思います。ということでちょっと長くなりましたけども、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら次回の動画からご覧いただければなと思います。ということで、またね。